こんにちは、林です。今日はですね、キャプチャーワンやライトルームなどの写真現像ソフトとダヴィンチリゾルブでのコントラストの変わり方の違いについて話そうと思っております。というのもですね、キャプチャーワンやライトルームなどの写真現像用ソフトをで、ロー現像した時のコントラストの変わり方っていうのが僕はずっと違和感があってですね、なかなかそれがもう10年ぐらいやってるんですけど、うまく扱えないんですよね。というのも、ちょっと画像を見ていただいた方が早いので、元の画像がこちらで、すでに色調整とかはされているものになるんですけれども、ここからコントラストプラス50上げると、こんな感じになります。で、逆にマイナス50すると、こんな感じになるんですけれども、よくよく見るとですね、この中間が破綻しているというか、この辺のコントラストの変わり方が非常によろしくないんですよね。なんか明るさの逆転現象が起きてしまっているのか、ただそこまで来るとちょっとバグレベルなので、そこまでの話じゃないのかもしれないんですけれども、コントラストの変わり方に僕はすごく違和感を持っています。でプラスですね、このコントラストをマイナス50までしか下げれないっていうのにもちょっと不満を持っていて、ここからさらにシャドウを上げようとすると、やっぱりこのカーブの方でやってあげる必要が出てきたりとか、それも結構ね、上げ方が難しいんですよね。ハイダイナミックレンジの方でシャドウとかを上げてしまうと、結構この上がり方が HDR 感が出てきてしまうので、ここはあんまりその大胆に使うのは難しいと。仮にこのハイダイナミックレンジの方でシャドウを上げたバージョンのこの感じのコントラスト感と、ダヴィンチに行ったコントラスト感を比較してみようと思います。ダヴィンチで現像したものがこんな感じで、モネを使って現像してるんですけれども、この状態からコントラストを下げてみるとどうなるか見てみます。コントラスト 0.6 から 0.4 に下げてみると、ちょっとね、1億画素なんで重いんですけれども、この感じになります。シャドウがこう浮いてくるのが特に特徴になっていて、キャプチャー1とかライトルームだとコントラストを下げてもシャドウとハイライトの頂点っていうのは基本的には変わらないんですよね。でもダヴィンチだとコントラストを一定以上に下げるとシャドウが浮いてくるっていうような特徴があるんですけれども、この下がり方がすごい上質なのって伝わりますかね。この感じが僕のコントラストの下がり方の理想で、ちょっと下げすぎたので 0.5 ぐらいに戻すと、ほぼほぼこれでシャドウの黒が保たれた状態になるかなと思うんですけれども、すごくリニアなコントラストになってるんですよね。なので中間調にもこう破綻がなくて、で自然にこうシャドウが上がってきて、データが保持されているところは上がって、逆にハイライトの方も自然にこうデータが下がってくるっていうような感じのコントラストの変わり方をすごく、ダヴィンチリゾルブの方はするなと思っていて、なので逆にコントラストを上げてみて、ハイライトとシャドウを両方とも潰した形にしても、すごくこれが上質な画像に僕の目だと見えます。でこの感じのコントラストの逆に上げ方っていうのをキャプチャー1でやろうとしても、これがなかなかうまくいかないんですよね。コントラスト上げると、こういう感じで、今ちょっとねシャドウが上がっちゃってるんで、シャドウを戻してあげて、上げるとこんな感じで、これ単体で見ると、ずっととキャプチャー1を僕も触ってきたので、こういうもんかみたいな感じでいたんですけれども、ダヴィンチリゾルブの方と比べると全然違うんですよね。なんというか、この辺の質感の残り方がありつつのコントラストが変わる感じとかっていうのが、やっぱりこの単純なこのこっちが上げすぎとかそういう問題ではなくって、やっぱり変わり方の質が全然違うなというふうに思ったりしてます。ただキャプチャー1とかライトルームでもコントラストがうまく変わるパターンっていうのがあって、それは JPEG とか TIFF を現像した時なんですよね。なので僕は、
ちょっと二度手間なんですけれども、コントラストをきれいに下げたいなっていう時は、一回 TIFF で書き出して、Photoshop 上でコントラストを下げるっていうすごい面倒なことを、7、8年間ずっと繰り返しております。その時のコントラストの下がり方っていうのが僕の中での理想で、それと同じ下がり方をするのがダヴィンチリゾルブ。なんですよね。ちょっと僕の知識だとわからないんですが、まずなんでキャプチャー1とかライトルームってロー現像した時と、JPEG の時でコントラストの上がり下がりの感じが全然違うのかっていうのを僕ちゃんと理解してなくって、もし、ご存知の方いたらぜひコメントで教えていただけると、とっても嬉しいなというふうに思っております。ダヴィンチだとですね、その辺が JPEG であってもローであってもすごいリニアに変わるというか、コントラストを下げていった時に、いやこの変わり方だよな、欲しい変わり方はっていう変わり方をすごくするんですよね。なので本当にこの変わり方をキャプチャー1とかライトルームで再現できたらもう最高だなというふうに思っているんですが、そこでどうしても、まあ、他にもいろいろ利点あるんですけれども、ダヴィンチで現像した方が今のところクオリティ高くなっちゃうなぁと、同じクオリティにするんだとどうしても TIFF にして一回書き出して Photoshop でっていう工程が挟まるのがキャプチャー1とかライトルームだとめんどくさいなというふうに思ったりしているっていう動画で、ございました。なのでまとめると、キャプチャー1やライトルームのような写真現像ソフトとダヴィンチリゾルブでコントラストの変わり方が異なるよということで、キャプチャー1やライトルームだとなぜか JPEG でやった時の方がコントラストの変わり方はすごくリニアで好ましいものだけれども、ローでやるとなんかおかしくなっちゃうんだよなということ、この原因ご存知の方、そして解決策もしご存知の方がいらっしゃったらぜひ教えてくださいという動画でございました。ということで今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。